おはようございます、こんにちは、こんばんは、お元気でしょうか。肝試しね、本当にやめた方がいいよねっていう話はよくありますね。まあ YouTube のなんかで2チャンネル形式のやつだったりがあって、ね、その中で、なんて言うんだろう、こういうことをしたから呪われたとかね、そういう、まあ、話があったりとかしてて、で、そういう怖い話みたいなのがあって、結局は足がなくなってしまったとか、ちょっとそういう精神的な病院の方に、その、行った本人じゃなくて、行った人の配偶者だったり、パートナーだったり、親がもう手に負えないっていうことで、そういう精神的な病院の方に行っちゃったとか、精神的に来たしちゃってね、その、行った人がさ、っていうのがあって、本当に、やばいよって。その怪談師さんなんかも、まあそういうのは信じていないわけではないけれどもっていう話で、まあそういうのはちょっとやめた方がいいっていう方の人で、まあ前にお話ししたかもしれないんだけど、ちょっと、ね、行ってみようよ。そんな否定なね、考えじゃなくて、ちょっと行ってみようよ。もうちょっと体験しに行こうよっていう話をしてて、まあ行ってみたらやっぱり怖くて、そういうことをおちょくっちゃいけないんだよねって、そういう、なんだろう、霊的なことに関わってるもの、その山の神だったりとか川の神だったりだとかもそうだし、神社とかお寺さんなんかも神様じゃなくても、ね、あるじゃん。この前ね、靖国神社のなんか、いたずらをしていた人も、した人もそうだし、それを取っていた人も、国際なんちゃらで、まあ、逮捕されちゃったよね。で、それをアップロードしちゃったもんだから、まあ、YouTube かなんかにアップロードしちゃったのかな、多分ね。そういうので、やっちゃったん、まあ、あれは本当に肝試しじゃないけども、ね。なんかそういう感じやん。肝試しっぽく、まあ、政治的な話になってしまうから、私もよく分かってない部分があるので、何とも言えないんだけど、本当に、行った人が、そういう、なんだろう、霊的なもので、おかしくなってしまう。っていう場合、ならない場合もあるんだけど、その、行った人の大切な人、その彼氏だったり彼女だったり、まあ親だったり兄弟だったり、あとその自分が飼って、自分っていうか、まあ家族で飼っている犬猫だったりだとかが、あれ、なんかこの亡くなり方おかしくねっていうような感じの亡くなり方になってたりだとか、ここは事故を起こることがない道路だったり交差点なのに、なんでこういうことが起きるんだろうとかさ、もしかしたらそういうゆえんがあるのかもしれないね。まあそういうことを言ってること自体がおかしいのかもしれないんだけど、すぐつなげちゃったりしてて全然違ってたりするのに、皆さんどう思いでしょうか。以上です。